ミディウンガは、フランスのトゥールーズでガロンヌ川から分岐し、地中海に面した東湖に至る全長 240km、支流部分も含めた、総延長では 360km に及ぶ、ウンガである。19世紀に鉄道にとって変わられるまで、大西洋と地中海との間を船舶で結ぶ、大量輸送ルートであった。ミディウンガミディウンガのルートこのウンガの建設プランは、 ベジエ出身の超税理、ピエール・ポールリケにより発案された。大西洋岸から地中海沿岸に貨物を輸送するための航路を約 3000km 短縮し、ジブラルタル海峡の通行税をスペインから削ぐことができる建設プランは、国王類14世により国家プロジェクトとして認められた。1666年に開始された工事は、 当時の土木技術の最先端を駆使したものであった。標高差のある運河全域に水を供給するため、運河から約 20km 離れた標高 350m の位置にサンフェレオール貯水池を築き、ここから水路を通して運河の最高地点である標高 190m のノルーズの分水嶺へと水を導き、さらに途中にいくつかの人造湖を築くことでまんべんなく、 水を行き渡らせることに成功した。さらに起伏の多い地形を克服するために、運河橋を架け、トンネルを掘り、100を超える水門を築いた。中でも、標高差21メートルを7つの高門で1時間かけて上下させる本セランヌの七段ロックは、この運河のハイライトとなっている。工事は、難工事続きで、国家からの予算だけで賄うことはできず、リケは火災を売り払い、 娘の持参金をも注ぎ込んだと言われる。しかし、リケはこの運河の完成を見ることなく1680年によう去った。工事は彼の息子が引き継ぎ、リケの成去から7ヶ月後の1681年に完成した。その後水害などの被害を受け回収がなされ、1694年に最終的に完成した。 この運河の完成で、運河沿いの地区の産物の流通が盛んとなり、ボルドー、サンテミリオン、ラングドック地方のワインは、飛躍的に生産量を伸ばした。その結果、リッケの故郷、ベジエワワイン交易の中心地として、大いに発展した。その後、19世紀に鉄道が開通し、輸送ルートの主役の座から降り、現在では、運河クルーズで人気の観光地となっている。 また、動力を持たない、当時の船舶を人や馬が引くために、運河の両側につけられた道には、日差しを遮るために4万5千本ものプラタナスや糸杉が植えられており、心地よい水辺の散歩道となっている。ミディ運河は、文化遺産として1996年に、世界遺産に登録された。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、 登録された。ありがとうございます。